二十四節気下始の日の太陽光の当たり方。下始では太陽は北海帰線上にあるため北半球では昼が最も長く夜が最も短い下始は二十四節気の第十。北半球ではこの日が一年のうちで最も昼の時間が長い。南半球では北半球の下始の日に最も昼の時間が短くなる。日本における旧暦5月内に発生する。 現在広まっている定期法では、太陽光景が90度の時で6月21日頃暦では、それが起こる日だが、天文学では、その瞬間を月始とし、それを含む日を月始日と呼ぶ。平気法では、当時から1、2年後で6月22日頃期間としての意味もあり、この日から次の節気の少々前日までである。 北海道と小笠原諸島以外の日本の大部分では、梅雨の最中。北半球では一年中で一番昼が長く、夜が短い日である。歴便欄には、陽熱し極くしまた、日の長きのいたりなる表なりと記されている。定期法による下始の瞬間と、日本、中国での下始日の日付は表の通り。日本における時刻はこの表の9時間後となる。 グレゴリオ歴による17世紀から24世紀までの日本の下至は表の通り、2021年の下至は6月21日、365日からの超過分が毎年蓄積し、4年に一度順年でリセットされる様子がわかる。1904年から2055年には6月21日か6月22日だが、 1903年は6月23日で、2056年からは6月20日も、ある。太陽の動き春分から秋分までの間、北半球では、太陽は、真東からやや北寄りの方角から昇り、真西からやや北寄りの方角に沈む。下死の日にはこの日ので日の入りの方角が最も北寄りになる。また、北海域線上の観測者から見ると、下死の日の太陽は、 正午に天頂を通過する。下死の日には、北緯66.6度以北の北極県全域で、白夜となり、南緯66.6度以南の南極県全域で、極夜となる。なお、一年で、日の出の時刻が最も早い日及び、日の入りの時刻が最も遅い日それぞれと、下死の日は一致しない。日本では、日の出が最も早い日は、下死の一週間前頃であり、 日の入りが最も遅い日は下詞の一週間ごろである。また、南半球では昼と夜の長さの関係が北半球と逆転するため、天文学的な下詞とは別に、慣習的に一年中で一番昼が長く、夜が短い日のことを下詞と呼ぶことがある。すなわち、南半球が慣習的な意味での下詞を迎える日は、天文学上は当時の日に当たる。 北半球では、性欲をかきたてる人されており、スウェーデンの民族学者によると、下手を祝うミッドサマーの祝日から9ヶ月後に生まれる子供が多いという。ギリシャ北部では、未婚女性が、一軸の木の下に自分の持ち物を置くと、下手の魔法により将来の夫の夢を見るという伝承がある。ポーランドでは、スラブ民族の祝日、イワン・クバラの日の夜には、 人々が恋に落ちるという言い伝えがある。イギリスのストーンヘンジでの下死祭りは、ドルイド教に由来し、男性神、女性神の出会いを祝う意味があると言われている。日本では、下死は、農作業が最も忙しい時期であることもあり、全国的な風習はないようである。ただし、地域ごとの風習としては次のようなものがある。下死の期間の七十二項は、以下の通り、 某種化症書、ありがとうございます。